なんでダンゴムシが駅前のタワマン買えるわけ？なんだよいきなり。私と結婚してる時は安いアパート住まいさせといて、離婚した途端にそういうことするわけ？誰に聞いたんだよ。私の情報ネットワークを舐めるんじゃない。ユージしかいないな。あいつとうまくいってんのか？幸せよ。兄から弟に乗り換えてよかったわとか思ってたのに、元旦那がタワマンとかありえない。仕事がうまくいってるんだ。立地もいいし、資産として買っておこうと思って。弟と浮気して逃げたお前に関係ある？関係大ありよ。財産分与でタワマンよこしなさい。意味わかんないこと言うなよ。なんで今更分与なんだよ。私何ももらってないのよ。あの頃は借金まみれだったし、お前への慰謝料は目をつぶってやっただろ。状況が改善したんなら今払いなさい。財産分与の意味わかってねえだろ。今いろいろあって生活が苦しいのよ。愛はあるけどお金がないの。俺には関係ない。あいつを選んだお前の責任。元妻が困ってるのよ。助けてあげようって気持ちはないの？ない。私もあんなマンション住みたかった。ジムがあって、バーラウンジがあって、コンシェルジュがいて。浮気せずに少し我慢してれば暮らせたんだけどな。だって弟の方がかっこいいんだもん。何度も聞いたよ。もういいよ。あんたはダンゴムシ、リュウジは血統書付きの犬。俺をダンゴムシ扱いしてる以上、お前が道端で倒れてても俺は手を差し伸べないけどな。わかった。今日からカエルに格上げする。ふざけんな。仕事が忙しいんだ。もういいかな。仕事成功してるんだよね。だからあんなマンション買えたのよね。少しお金貸してよ。だから嫌だって何度言えばいいの？5000円でいいの。そんなに困ってんのか？そうなの。あの人リストラされて半年も無職なの。そうなんだ。だからお願い。ブロックするわ。じゃあ。僕は友則、35歳です。妻のエミとは2年前に離婚。原因は弟のリュウジと浮気をしたことでした。弟は顔がいいこともあり、モデルにスカウトされたこともありましたが、簡単に成功できる世界ではなく、すぐに仕事もなくなり、しばらくは腐っていました。弟の顔が大好物な元妻は虎視眈々と狙っていたらしく、いつの間にか2人で消えていました。弟からの連絡は拒否してます。下手に関わればこっちが痛い目に遭うので、無視するしかありません。ところが元妻は黙っていなかったのです。タワマン略奪のために暴走して、とんでもないことをやらかしてくれました。おい、マジかよ。勘弁してくれよ。お前何なんだよ、正気かよ。私をブロックするからよ。マンションの外壁に俺の名前と LINE の QR コード貼るなんて何考えてんの。管理人にめっちゃ怒られたんだぞ。骨が折れたわ。印刷代もかかったし、カラーもったいないから白黒にしたの。地味になってごめんなさいね。そんなことする暇があるなら働けば。旦那無職なんだろ。働くよりあんたから分取った方が早いじゃない。ねえ、分かってる？俺たち離婚したの。分かってるわよ。ある日突然二人で駆け落ちして、離婚届だけ送られてきて。あの日のことはよく覚えてる。映画みたいでドキドキした。だったら二人で仲良くしてくれよ。俺を巻き込まないでくれ。あんたに用があるのはお金のことだけ。100万払ってくれたらおとなしくするわ。は？こないだ5000円だったよな。なんで増えてんだよ。私を舐めるんじゃないよ。あんた雑誌に載ってたね。見たのかよ。話題の若手社長特集だって。ずいぶんと偉くなったもんだわね。どういうわけか離婚して絶好調でね。貧乏神が消えたからだろうな。私のせいだっていうの？現にリュウジだって無職なんだろ。お前と関わると金融がなくなるんじゃないか。ひどいわ。訴えてやる。それは俺のセリフ。こんなことしてただで済むと思ってんの？警察行ってもいいんだぞ。警察なんか行ったらタワマンの基礎を破壊して倒壊させてやるわよ。ノコギリできるか？茶化すな。私を怒らせたら何するかわからないわよ。次ブロックしたらまた同じことするから。次同じことしたら今度は本当に警察だからな。やれるもんならやってみろ。仏の顔も3度まで、よく覚えとけ。私は仏すら騙す女よ。甘く見るな。へえ、ついに結婚ですか。いいですね。綺麗なお嫁さん捕まえましたね。婚約者に何かしたら本当にただじゃ済まないぞ。そんなことしませんよ。さっきまでお茶してただけ。は？元妻としていろいろアドバイスできることがあると思ってね。何言ったんだよ。基本は事実を言ったつもりだけど、浮気癖がひどいとか言っちゃったかも。したことないだろう。私も記憶が曖昧でさ、ごめん。てかどうやって特定した？うちには暇なし立探偵がいるのよ。お忘れ？ユージかよ。
つけさせたのか。よく行く歯医者さんの歯科助手に手を出すとは最低ね。黙って治療して帰りなさいよ。どこで誰と出会おうがお前には関係ないだろ。駅前の判決デンタルクリニック、26歳、小園エレナさん。住所は。何するつもりだ。別に、あなたが要求を飲まなければまた彼女にご挨拶に行くまでよ。今度は人気のないところで会わなきゃ。何が望みなんだよ。こないだ言ってた100万か。タワマンよこしなさい。は？お前どんどん要求がでかくなってるぞ。愛するフィアンセとたかだか数億のタワマン、どっちを選ぶの？脅してんのか。うん、質問してるだけ。どっちを選ぶか。さあ決めて。どっちもだな。バカね、どっちかよ。俺が買ったマンションと俺が選んだ最愛の人だぞ。なんでお前に選択させられなくちゃならないわけ。もうすぐ家賃も払えなくなって家を追い出されそうなのよ。知らねえよ。お願いよ、トモノリ助けて。エミ、お前たちそんなに大変なのか。もう明日には水道も止まるわ。分かったよ、住めよ。え、いいの？うん。本当に？婚約者が高所恐怖症でさ、実は高層階住めないって言われて。そうだったの？なんだかんだ言っても俺の弟だ。家族が困ってるならほっとけない。あなた顔は悪いけどそういう優しいところ好きだわ。お前もこういう時だけ都合がいいな。今まで嫌がらせして悪かったわ。タワマンに住めばリュウジも真面目に働いてくれると思うの。あの人このままで終わる男じゃないから。そうだな、しっかり支えてやってくれ。うん、ありがとう。俺はほとんど荷物ないから明日には出てくよ。家具も家電もよかったらそのまま使ってくれ。え、いいの？元はといえばお前を幸せにできなかった俺の責任だよ。そのこともずっと悪いと思ってたんだ。トモノリ、あんたいいやつね。手続きとかめんどくさいからそのまま住んでくれよ。管理費とか固定資産税とかも気にしないでくれ。花から気にしてなかったけど全部やってくれるの？いいよ。ありがとう、今度会ったらハグしてあげる。ああ、いらないっす。じゃあ日曜には引っ越しするようにする。了解。やったわね。どう？高層階からの夜景は。ふざけた真似しやがって。何言ってんだよ。俺はお前たちのことを思ってできる限りのことをしてやっただけだ。リュウジの生活保護が打ち切りになったわ。いつだったかな、扶養義務のお知らせか何かが届いて両親がびっくりしてたわ。断ったけど。知ってたのね。その気になれば働けたのに生活保護なんか受けてんじゃねえよ。仕方ないじゃない、生活できないんだもの。憲法で保障されてるのよ、知らないの？知ってるよ。でもお前らには該当しないだろ。ただの怠け者に税金使われてたまるかよ。ケースワーカーが資産が5000万あるようなので打ち切りますってどういうことなのよ。弟思いの兄が弟の口座に毎月送金してただけだよ。もう5000万にもなってたか。リュウジはそんなの知らないって言ってるわ。俺は愛情をひけらかすタイプじゃない。ケースワーカーが前の家に来て誰もいないから実家に連絡したらタワマンの住所を教えられたってこっちに来たわよ。どうしてくれんのよ。え、生活保護もらってたらタワマン住んじゃいけないの？僕ちん知らなかった。ふざけんな、打ち切りになったらおしまいよ。その通知をよこしなさい。これは家族の最大のピンチの時のために貯めてあるんだ。お前には渡せないよ。今が最大のピンチよ。弟が困ってるわ、早く助けてあげなさい。君たちにマンションを奪われたから新しい家の頭金にしたいんだ。リュウジの名義の通帳なのよ。リュウジのものでしょ。俺が入金して通帳を管理している以上リュウジの貯金とは言えないそうだよ。全部プロに確認済み。半分でいいからよこしなさい。取りすぎだろ。じゃあ1000万でいいわ。さっきから何言ってんの。1円もくれてやるわけねえだろ。何よケチ。ケチで結構。ケチついでにそのタワマンも売ることにしたわ。え、俺はリュウジに贈与するつもりだったんだけどさ、親父に叱られちゃったよ。あのデブタヌキめ。リュウジに贈与税が払えるわけないだろって。え、贈与税って何？贈与税で苦労させてもよかったんだけどな。でもリュウジが1億超えの贈与税払うなんて現実的じゃないし、両親や俺に泣きつかれても困るしさ。1億？もう少し世の中のことを勉強しろよ。お前母親になるんだろ。なんで知ってんのよ。リュウジがイチャモンつけてきたよ。兄貴の子だろ、俺は育てないぞってさ。そんなわけないのに。リュウジ育てる気ないってこと？逃げようとしてるぞ、早く捕まえろ。あの野郎。あんな働かない男に執着するのかよ。あの顔面だけは手放せないのよ。くったらね。居場所教えて。なんか女とハワイ行くとか言ってたな。一応止めてよ、男としてちゃんと責任取れって。え、
ハワイってあのハワイ？多分あのハワイ。信じられない、ひどすぎる。生活保護打ち切られて本格的に紐として生きていく覚悟を決めたようだな。他に女がいたなんて。金もないくせに何を持ってリュウジをつなぎ止めようとしてたんだよ。テクニックよ。くだらない。とにかく早くその家出てって。リュウジももう帰ってこないし、お前には広すぎるだろ。いやよ、イケメン遺伝子引き継いだ子供とここで暮らすの。俺が売れば立ち退かないといけなくなるぞ。さっさと出てけ。そんな、私これからどうしたらいいのよ。頑張れとしか。助けて。人を裏切って利用してまた裏切って、そういうの全部自分に返ってくるんだよ。ごめんなさい、もうしないわ。だからお金貸して。母子寮ってのがあるらしい。リンク送っとくから調べてみるといい。そんな寮だなんて。子供だけは幸せにしてやれよ。お前にもそのくらいの良心は残ってると信じてるよ。すんだ。その後エミは出産し母子寮に入ったと聞きました。逃げた弟のことは男として許せないので、ハワイの腕っぷしの強い知人に頼み、リュウジを帰国させ男としての責任を取らせました。結婚はせず養育費を払っていくそうです。僕は婚約者と一軒家を建てました。高所恐怖症というのは本当で、どちらにしても住めなかったので。来年の春には子供が生まれます。エミのところの子とは二つ違いのいとこになるはずでしたが、残念ながらもう会うことはないでしょう。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。